石塚下に石塚下げ明治42年10月17日は明治時代の日本の医師薬剤師であり陸軍で薬剤官軍医を務めた。玄米食用の元祖でその食用は食用界につながり普及活動を行った。福井藩出身陸軍で薬剤官となった後食事の指導によって病気を治した。 栄養学がまだ学問として確立されていない時代に食物と心身の関係を理論にし、移植道源としての食用を提唱する。体育、地育、再育はすなわち食育なりと食育を提唱した。食育食用を国民に普及することに努めた。栄養学の創設者である最近のが現国立健康栄養研究所を作るための寄付を募っていたとき、 左玄の功績を耳にした、明治天皇がそういう研究所があってもいいのではと述べ、その言葉で寄付が集まったという。しかし、研究所は、明治天皇が好きではなかった養殖を奨励し、食用とも結びつかなかった。天皇家の献立ては、食用学に基づいている。食本主義、食は元なり、体は末なり。 心はまたその末なりと、心身の病気の原因は食にあるとした。人の心を正常にするには血液を正常に、血液を正常にするには食物を正常にすることで、ある。人類国食動物論食用理論の対処である、科学的食用長寿論は、人類は国食動物なりと始まる。九死を噛み合わせると、 粒が入るような自然の形状で凹んでいるため、流食動物とも言った。または、黒色主義。人間の歯は、穀物を噛む、九死二十本、なるよ噛み切る門詩八本、肉を噛む剣詩四本なので、人類は、黒色動物である。黒色動物であるという天性を尽くす。神道富士、里に入れば、里に従え、その土地の環境に合った食事をとる。 居住地の自然環境に適合している、主産物を主食に、副産物を副食にすることで、心身もまた環境に調和する。恩妙町は当時の西洋栄養学では、軽視されていたミネラルのナトリウムとカリウムに注目した。陽性のナトリウム、陰性のカリウムのバランスが崩れすぎれば、病気になるとした。ナトリウムの多いものは、塩の他には肉、卵、 魚と動物性食品、カリウムの多いものは野菜、果物と植物性食品となる。しかし、塩漬けした漬物や海藻は、塩気が多いためにナトリウムが多いものに近い。生白した米というカリウムの少ない主食とナトリウムの多い副食によって、恩妙のバランス崩れ、病気になる。一物全体一つの食品を丸ごと食べることで恩妙のバランスが保たれる。 白い米はカスであると玄米を主食として進めた。サトシとサイは食用に関係する。サトシとサイは表裏の関係だが、サトシは本にしてサイは末なりとサトシを軽視しないようにして、カリウムが多く、ナトリウムが少ない食事によってサトシとサイの重要を得て、黒食動物の脂質を発揮するとした。軟化と発展力のあるカリウム、効果。 収縮力のあるナトリウムのバランスに注目する。またカリウムは生成に属し、ナトリウム同性に属する。幼い頃はカリウムの多い食事をとることで、サトシと体を養成する。飼料や忍耐力や根気を養う。また道徳心や飼料を必要とする場合もカリウムの多い食事にする。社会人に近づくにつれ、ナトリウムの多い食事にしていくことで、 サイト力を養成する。ただし、ナトリウムが多すぎれば、命ばかり髪も知恵も短くなってしまう。バランスが崩れすぎれば、病気にもなるので、中央を保つように食用する。石塚作源の紹介日本で、初めて食育を提唱した人、石塚作源科学的食用長寿論1896年、276ページ、石塚作源 通俗食物養生法1898年。5ページ。A.B. 沼大サム。日本人の正しい食事現代に生きる石塚作言の、食用、食育論農産漁村文化協会、健康総書。2005年3月。ISBN 978から45億442959.219ページ。横田哲次 天皇家の健康食新調舎、2001年7から9ページ新聞修正明治編年史第14巻 P159AB 石塚作源、通俗食物養生法1909年贈呈7版。1ページ石塚作源、通俗食物養生法1898年182ページ石塚作源。 科学的食用長寿論1896年6ページ石塚作源、通俗食物養生法1898年73ページ石塚作源、通俗食物養生法1898年2から3ページ石塚作源、通俗食物養生法1898年29ページ石塚作源、 通俗食物養生法1898年66ページ石塚作業通俗食物養生法1898年69から70ページ石塚作業通俗食物養生法1898年49ページ石塚作業通俗食物養生法1909年増帝7班110ページ石塚作業 通俗食物養生法1898年。160から161ページ。石塚作源通俗食物養生法1898年。163から171ページ。石塚作源通俗食物養生法1898年。38ページ。石塚作源通俗食物養生法1898年。 161ページ、ありがとうございます。